東京都立六郷工科高等学校は、東京都大田区東六郷2丁目にある都立工業高等学校である。2004年4月、3学期制を取る単位制工科高校として開校。第一野生パン株式会社の本社工場跡地に新校舎が建てられた。同年3月に閉校した港工業高校の学籍を引き継いでいる。校名の表記が工業ではなく、工科となっている。工科と表記する学校は近年増えてきているが、全国的には未だ少数派である。2002年に羽田高校、羽田工業高校の全日制が統合して、東京都立翼総合高等学校が創立したことに伴い、両校の定時制は当校に移転した。両校は2007年3月で閉校している。全日制課程では、履修パターンが設けられており、1年の前期に全学科の履修パターンを体験し、後期から自分に合った履修パターンを選び、学習をしてゆく。そして、平成21年現在9個の履修パターンが設置されている。定時制では普通科と生産工学科の2つに分けられており、志願する内容によって決まる。例定時制は6年以内に、全単位を履修しないと退学になる。平成28年現在27の部、同好会が活動している。運動部文化部平成28年現在10の部、同好会がある。運動部文化部。ありがとうございます。